はい、急げてます。よろしくお願いします。今日はですね、Q&A コーナーでいけたらと思っております。皆さんからですね、いただきました、テレビ業界に関するですね、素朴な疑問や質問に、お答えするというコーナーになります。じゃまずちょっと早速一つ目なんですけども、先日テレビで、フワちゃんの出演部分を全てカットして放送してましたが、消しゴムマジックのようなソフトで、カットできないのでしょうか、そういったもので消せば楽だと思うのですが、っていうことでですね。これは消しゴムマジックっていうのは、これあれなんですかね、動画もいけるんですかね、画像だけですか。その動画の、一部とかも消せるなら技術的にはできるかもしれないですね。ただ今はもうテレビの編集とかよりも、スマホのアプリの方がまず進んでると思いますんで、スマホのアプリでまずは当たり前のようにできるようになって、でしばらくしてようやくテレビでも使えるようになるっていうぐらいの流れなんで、ひょっとしたらそのスマホのアプリでできるようになっているんだとしたら、もうちょっとしたらテレビでもできるようになるかもしれないですね。はい。ただテレビのなんかそういうこうタレントがやらかして消さなきゃいけない時とかっていう場合って、消しゴムマジックみたいなので消せたとしてもですね、実際あんまり意味がないのかなっていうのがありますね。結構なんでしょうね、映ってるかどうかって、実はそんなに重要じゃなくてですね、結構ネットニュースとかではね、映ってたとか全部映ってなかったとかっていうのが話題になりがちなんですけど、結構テレビ的にはその大事なのは、その映ってるかどうかというよりは使ってるかどうかっていうところなんで、使ってるっていうのは、一番要は分かりやすいのはコメントですよね。フワちゃんだったらフワちゃんが一人で喋ってるっていうところを使ってるか使ってないかっていう。なのでそういう不祥事の時は、もうまだもう最優先としてはそういう一人で喋ってるっていう場面を、要はそう使ってるっていうところをカットするっていうのが最優先です。で、大変なのがコメントをその使うっていうのはっていうことはですね、いきなりフワちゃんが一人で喋ってそれで終わりなわけじゃないじゃないですか。大体何かの出来事に対しての、リアクションだったりとか、誰かからの、質問に対しての答えとかで、さらにそのフワちゃんの、そのコメントに対して誰かが突っ込むっていう、その一連の流れがあることがほとんどなんで、で、そのフワちゃんのコメントをカットするっていうことは、この一連の流れ全てをカットしなきゃいけなくなるわけなんですよね。で、その一連カットするっていうことは、代わりに何か別のものを入れないといけないっていう、それを差し替えないといけないんで、この作業が一番大変な部分ですね。その特にもう尺もぴったりはめなきゃいけないわけですから、それがまず最優先で、でその次にフワちゃんが一人で例えば笑っているその顔とかの映像、映像として一人で映っている場面で、それはその音を使ってなければ別の人に映像だけ差し替えればいいだけなんで、そんなに大変じゃないんですけど、でそれも差し替えて、で最後の最後にモブで映ってる場面というか、複数人いて、メインのやり取りは他の人で、でその後ろとか脇とかの方でちょっと映っちゃってるみたいな。でそんなのはもうテレビ的には使ってるっていう感覚はないんで、映っちゃってるっていうぐらいなんで、重要度で言えば実際のところはかなりどうでもいいっていう感じですね。ただそのテレビで放送した時には、そんなんだけでもちょっと映っちゃってると突っ込まれちゃうんで、時間があればそういうのも消していかないといけないわけなんですけど、それがだから端っこの方だったら、今もう画質を拡大してもそんなに荒れないんで、画質を拡大して、外すとかっていうやり方をしたりとかしてますし、だからそれは5人中ちょっとね真ん中の方にいたら消しようがなかったりするんで、でそういう時にもしあれば消しゴムマジックの出番なんだと思うんですけど、ただあったとしてもまずそんぐらいですよね。ただそれでそのこう入ってるつもりで撮影してるんで、カメラマンさんも、なので例えばその5人中、例えば真ん中の方に、本当はフワちゃんがいて、そこを消しゴムマジックで消して、そこだけ、要は空欄、空いちゃうわけじゃないですか、スペースが。で、それがちょっと結構逆に不自然になったりとか、しちゃうっていうのもあると思うんで、結果どんぐらい使えるのかなっていうのはありますよね。結構なので、大変なんですかね。だから、ああいう作業も多分その上の方では違約金だったりとか、もらってるのかもしれないんですけど、実際にその作業をやる現場のスタッフは、それで何か給料が増えるとかっていうのは基本別にないので、ただ休みを返上して無駄な作業が増えるだけなんで、本当にただの迷惑なんですけど、はい。そんな感じですけど、フワちゃんは結局もう全部消し終わったんですかね、テレビとしては。
この前は行列のできる相談所は2回ぐらい放送して、まあ、そこはまあほぼ全部消してましたけど、まあ、最初のやつはさすがに多分もう1回納品しちゃってんのを時間的にですね、多分1回納品してそれをまた出して編集し直してるんで相当時間がなかったと思うんで全部は消せてなかったんですけど、2回目の放送では多分もうちょっと時間があったんで、よりもっとほぼ全消しちゃったのかなっていう感じですかね。で、あとはこの後は有吉、フジテレビの有吉さんの夏休みみたいな番組で出る出ないとかっていう感じみたいですね。なので、まあ、有吉の夏休みの方はひょっとしたら編集前にやらかしててくれたかもしれないんで、編集前のやらかしだったらまだありがたいですね。まあ、それでも厳しいんですけど、完成後に直すっていうのは大変なんですけど、まあ、編集前ならもう最初からもう使わないつもりでなんとか避けて編集できれば、まあ、まだそっちの方がマシかなっていう感じはありますけど、ただ、そういう有吉さんの番組みたいな、なんかこうわちゃわちゃ系のロケ番組で、いなかったことにするっていうのもかなり大変だと思うんで、まあ、完全に消せるのかっていうとちょっと難しいかもしれないですね。ちょっと映っちゃうかもしれないですよね。だからまあそういう番組だったら消しゴムマジックがあれば楽かいいなっていうのはあるかもしれないですよね。はい。ちょっとまあそんな感じですかね。はい。じゃあちょっと次いきますと、さっきさん質問です。テレビの台本を電通に確認してもらって OK が出たものでないと放送できないという話を聞いたことがあるのですが、それは本当でしょうか。テレビ番組で電通がどこまで関わっているのか教えてほしいですっていうことで、これはまあちょっと都市伝説っていう感じかなっていう気がしますね。まあ、しかもそれもちょっと嘘の都市伝説かなっていう、普通の番組で、台本を電通に見せるっていうことはまあないですね。普通の番組制作で電通と絡むっていうことは基本ないので、電通チェックみたいなこともないです。あるとしたら電通案件の時ですね。要はそのまあステマみたいな、まあ、別途お金が発生している番組の時ですね。例えばスポンサーが1時間とかその番組の、枠を買ってですね、でほぼほぼそのスポンサーの意向で作る番組っていうのがたまにあるんですけど、その時にまあスポンサーの代理として電通の人が間に入って絡んでくるっていうのはあります。まあ、その時は台本から、電通もチェックしますね。確かに。まあでもかなりそれ特殊なケースなんで、一般的な、まあ、いわゆる普通に見てるような番組ではまあほぼないですね。まあ、もしくはその電通が普通に絡んでるのはもっと制作より手前の段階だと思いますね。例えばまあキャスティングだったりとか、このタレントが MC の番組を作りますみたいな、なんかそのタレントありきの番組とかっていう場合は、何かその上の方でもう電通が絡んで決められてて、でそういう時はまあ下に降りてくる、まあ、僕とかの制作現場に降りてくる時はもうそれがマストで、その中で作っていくっていう作業なんで、そこから電通と何か改めて絡むっていうのはまあないですね。あともしくは芸能人に何か密着系のドキュメンタリーみたいな感じの時とかに、その芸能人が電通案件の時に電通が間に入ってやり取りしてくるとかっていうのはありますね。基本その普通の番組でなんか台本からチェックして、いやこれは NG みたいなっていうのはないです。なのでテレビスタッフでも電通と直接関わったことがない人っていうのも全然いますね。はい、そちらも多いかもしれないですね。 YouTube でイメージで言うと、 YouTube で言うと Google がですね、その YouTuber の動画一つ一つにああしろこうしろとは言わないじゃないですか。まあ、大体のそのルールとかこれは NG とか方向性みたいなのを決めてはいて、であとは基本自由にやってっていうスタンスじゃないですか。まあ基本はそんな感じに近いです。テレビ番組にとっての電通っていうのは、YouTube の個々のチャンネルにとっての Google に近いイメージですんで、まあそんな感じかなっていう気がしますね。はい。じゃあちょっと次いきますと、ですね、私は昔からテレビの番組観覧やエキストラ参加が趣味なのですが、40代になった頃からほとんど当たらなくなりました。噂によると音楽番組などは20代までと聞きますが、本当ですか？無駄な希望を持たなくて良いように教えてくださいっていうことで、そうですね、おっしゃる通り、まずテレビ番組全般ですね、観覧の年齢制限はあることが多いですね。で、ただまあ最近はそもそも観覧がある番組自体減っちゃいましたけどね、人を集めるのもお金かかりますし、なので、まあ、コスト削減っていうのもあるし、で観覧ってなってね、人集めると例えば、本番前の前説用とかでなんか売れてない芸人さん呼んで前説してもらったりとか、まあ
ほぼタダみたいなもんなんですけど、細かいこと言えばそういういろいろコストがかかってきたりするんで、そういうそのコスト削減の煽りを受けてそもそも観覧もないっていうのも増えてますし、あとはもう番組自体もなんかもう VTR 見てるだけの番組がほとんどなんで、そういう観覧を呼んでワイワイ盛り上がってっていうの自体が減っちゃいましたね。でまあただそういう意味では音楽番組は、まあ観覧ありますけども、ただまああれもそもそもその音楽番組だとアーティストのそのキャンペーンっていう狙いが大きいんで、今出てるアーティスト自体今若者ターゲットの歌手しかほぼ出ないじゃないですか。なので観客もそのターゲット層の若い女性に限定してるっていうことがほとんどみたいです。まあそれがアーティスト的にもそうですし、テレビ的にもまあやっぱり若い女性のなんかキャーキャーみたいな、その歓声が欲しいところではありますんで、まあそういったところでのなんか映えみたいなのも意識して、まあやっぱり若い女性が多いかなっていう感じしますね。で、まあただなんかちょっとその少し前までは、ほぼ20代限定とかだったりしてたみたいなんですけど、最近は少し緩くなって30代ぐらいまではなんか入れてるっていう話も聞きますね。はい。なのでまあちょっと40代とかってなると、その層を狙ってるアーティストとかが出るなら狙えるかもしれないですけどね。わかんないですけど、なんかジュジュさんとかですか、ジュジュさんもまだ30代ですかね、来なので大黒摩季さんとかそんな感じですか。なのでそういう歌手が出る回だったら当たる可能性があるかもしれませんね。ただまあめったに出ないじゃないですか、はい、なのでそのアーティストがもうそもそも少ないんで、なかなかね当たりにくいっていうのはあるかなと思います。なのであの昔あのお昼にやってたあのミノモンタさんの午後は丸々思いっきりテレビとかだったら逆にあの50オーバーとかでしょうけど ね、はい、ね、もうちなみにあの関係ないですけど、あれのねあの電話相談コーナーはあれですからね、あのなぜか何度もあの電話してくる相談者がたくさんいたっていうね話ですからね。それもあの別人としてあの相談してくると、ね、一人何役もやってたっていう話ですからね。はい、まあ、そんな感じですね。ちょっと次いきますとですね、ここ最近のテレビでは企業案件やステマばかりのように思うのですが、実際のところ過去と比べても増えているのでしょうか、またもし増えているとしたらなぜ増えているのでしょうかっていうことで、これはまあ実際増えまくってますね。あの昔あのこう番組でなんか特定の企業の紹介とか商品を持ち上げるみたいなことっていうのはほとんどなかったんで、まあ、多分10年前ぐらいからまあ徐々にバレない程度に増えてきて、で明らかに増えたのはここ5年ぐらいだと思います。で増えた理由はまあいろいろあると思うんですけど、まあ、まず一つは CM の価値が落ちているっていうことですよね。まあ、本来はテレビが、企業の宣伝をするっていうのは番組の途中に入る CM なわけなんですけど、けどまあ、実際 CM 見てますかっていう話で、で、まあ見てないわけですよ。実際そこの CM の部分なんて。実際例えば、視聴率 10% の番組だったとしてもですね、グラフを見ると、もう CM に入った途端、ガクッと落ちて 5% とかになります。なので、視聴率 10% の番組って言っても、実質 CM の視聴率は 5% とかになってて、で、さらにCM つけてたとしても、その間にトイレ行ってたりとかしてですね、見てないっていうのがほとんどなわけですよね。で、そういうのも昔はもうなーなーで、視聴率 10% の番組ですとか言って、CM で落ちるみたいなことは、内緒でやってたんですけど、ただ最近はそのネットの広告とかも増えてきてるんで、企業もですね、なんか正確な数字とかを求めるようになってきて、だんだんそれがもう実態がバレてきてるっていうのがありまして、で、さらにまあその視聴率、実際 10% 取れる番組なんてほとんどなくてですね、もうゴールデンでも 5% とか普通にありますんで、で、よくそのネットニュースとかで、なんか例えばなんか月9が視聴率 3% 台で過去最低を記録みたいなっていうのいろいろ出てると思うんですけど、そういうのってまだゴールデンの話で、実際全体で言ったらそれでもまだいい方で、本当にやばいのはネット記事にもなってないようなその他の番組はもっとやばいわけですよ。普通に視聴率 1% とかですね、0.2% とかザラにありますんで、普段 0.2% で今回は 0.3% 獲得良かったですねとか、いや一緒だろうっていう話で、でそんな番組でもまあ CM になったらさらにガクッと落ちるわけなんで、もうほぼ0人に近いわけですよね、見てる人なんて。でそれでいてまあ録画して見る人もいれば、でそういう人はスキップ機能で CM 飛ばしますし、で TVer とかで見る人もいるんで、テレビ CM を見られるなんていうことがまあなかなかないというか、価値が落ちてるわけですね。なので企業からしたらテレビ CM を出すメリットが薄れていると。でまあその結果結局今の制作費が落ちてるわけなんですけど、でじゃあそのテレビはどうしたらいいのかってなった時に、禁断の手法に手を出したっていうわけですね。要はテレビ CM を出してくれたら、例えばじゃあ別の番組内で番組の企画として紹介してあげますよとか、あるいはもう直接お金を取って番組内で紹介してあげるとかですね。テレビ CM だと
まあ、視聴率がガクッと落ちてさっきみたいにもうほぼ見られないわけなんですけど、番組内だったら広告っていう体じゃないんで、番組の企画として紹介しされるんで視聴率が落ちにくいっていう作戦なんですけど、まあ要はステマなんですけど、まあ、ちなみにこれは多分ステマの法律にも違反してますし、あの放送法としても番組内で特定の企業の紹介をして見返りを受け取っちゃいけないっていう法律がありますんで、まあ、多分真面目に突き詰めればどっちも違反してるとは思うんですけど、まあ、それがまあなんで許されてるのかっていうのはまあ謎です。まあそういうその企業側のメリットっていうのもありますし、で、まあ、さらにそのテレビ番組としてはまあ企業を持ち上げる企画なんて絶対許可出ますし、超協力してくれるんで、まあ、作るのも一番楽なんですよね。まあそんな感じもあって、そういう手法が増えてるっていう、まあ、感じですね。はい、じゃあちょっとあとですね、このもう一個いきますと、ドラマのエルピスなどテレビ業界のタブーに切り込むようなものがたまにありますが、それを、テレビ放送が許されるのはなぜですか、よろしくお願いしますということで、まあ、そうですね、そういう内容の企画を通すっていうのは、まあ、それなり大変なんだと思うんですけども、ただまあエルピスぐらいの内容だったら、まあ、実際もう大体みんな分かってるじゃないですか。要はまあもう大物政治家に忖度して報道できないことがあるとかって、まあ、もう常識だったりしてますんで、ある意味もう本当はバレてることなんだけど、なんかちょっと言いにくかったことをドラマにして切り込んだ感を出した方がそっちの方がお得じゃないですかっていう、多分まあそういう説得じゃないかなっていうのを思うんですけどね。多分まあまあそれでもOK が出たっていうのは頑張ったとは思いますけど、まあただエルピスで一つ気になったのはですね、明らかなちょっと嘘があってですね、登場人物で局長っていう報道局のトップのおじさんが出てくるんですけど、で、まあ、大体ドラマは主役の長澤まさみさんとかですね、その人以外の直属の上司プロデューサーたちが何人かいて、でその人プロデューサーたちがめちゃくちゃ弱気で、だから勝負する企画に対してそんなのやれるわけねえだろうとか言って NG を出してくるっていう流れなんですが、でただその上のですね、さらに上の一番偉い局長ってっていう人だけがなんかやけに話の分かる人で、やっちゃいなよみたいな感じでちょっとかっこいいキャラで描かれてたんですよ。けど、実際はそれは大嘘ですからね。局長こそ一番弱気ですからね。まあ、上に行けば行くほどヘタレですから、上の人ほどその上の分地位を失いたくないので、一番リスクを負いたがらないです。局長が一番ビビリです。まあ、どっちかといえばプロデューサーが OK を出したとしても、その上の局長が NG を出すっていうのが一般的ですから、なんでそれに関してはエルピスのドラマを見て、あ、これちょっと局長に忖度したなっていうのはちょっと個人的には思いましたね。はい、まあ、今日はちょっとそんな感じですね。本日もたくさんのご質問ありがとうございます。ご質問の常にはですね受け付けておりますので、概要欄の専用のですねメールアドレスの方から質問がありましたらお気軽にお送りくださいということでですね、以上 Q&A コーナーになりました。最後までありがとうございました。